マフラーは、同じものを渡すというのも芸がないでしょうか。耳当ては確か自分で新しいものを買っていましたわね。はるかちゃんにプレゼントする手袋、こっちのポンポン付きミトンにするか、それともお花のワンポイント付きの5本指にするか。実用性を重視するなら5本指の方が。すみません、余計なことを。実用性、そういえば今度クラスメートとお出かけするって言ってたっけ。使いやすい方がお出かけ先でも困らないかも。よし、5本指の方にしよう。ダイヤちゃん、アドバイスありがとう。いえ、よろしいのですか。私が勝手に口出ししてしまったことですのに。うん、実用性って大事だし、それにはるかちゃん最近服も髪型も大人っぽくするのにハマってるみたいなんだ。ダイヤちゃんのアドバイスでそれを思い出せたから、5本指のデザインの方が大人っぽくてかっこいいし、はるかちゃん喜んでくれると思う。そうですか、お役に立てたのでしたら嬉しいですわ。私もルビーが喜んでくれるものを贈りたいですわね。ルビーが一番何を必要としているのか。そうですわ、あれにしましょう。お待たせ、ほい、ホットココアでござい。ありがとうございます。すみません、ご馳走していただいて。いいのいいの、ダイヤちゃんのおかげで素敵なプレゼントが買えたからね。これはそのお礼だよ。では遠慮なくいただきます。ふぅ、暖かい。甘くて美味しいですわ。冷えた体が芯からほぐれていくようです。温かい飲み物は心も穏やかにしてくれますわね。この感覚ルビーにも届けてあげたいですわ。かなたちゃんもはるかちゃんと温かい飲み物でまったりしたいな。それでは私たちの妹のもとへ帰りましょうか。うん、今日は本当にありがとね、ダイヤちゃん。そういえばルビーちゃんへのプレゼント何にしたの？タイツですわ。今まで履いていたものは転んで穴を開けてしまったそうですから、裏起毛で保温性も抜群です。実用性バッチリだね。ええ、これならきっと喜んでくれると思います。早く渡したいですわ。待っていてくださいね、ルビー。